感染症学がご専門の日本医科大学北村義浩特任教授に電話で伺います。北村さん、お願いします。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。今ですね、分科会の分析結果が出まして、今週予定されていますイベント開催の条件緩和は対策の徹底を前提に変更せずということになりましたが、北村先生はこれをどう見ますか？そうですね、まだ20代30代の方を中心にだんだん少しずつ上がっている程度ですので、おっしゃる通り、対策をしっかりとって、おやりになればいいかなと思います。わかりました。でそんな中ではありますが、今日の東京の感染者数は102人と5日連続で100人を超えています。でこの数字をどう受け止めたらいいのかなと思うんですけれど、モニタリング項目見てみますと、この項目が発表された1週間前に比べまして、新規の陽性者数というのはもちろん、入院患者数なども大幅に増えている状況なんですが、この現状というのはどう見たらいいんでしょうか？そうですね、6月20日頃からのですね、いろんな活動の緩和に従って人の流れが増えたということの結果でございますから、予想された範囲内といえば予想された範囲内ですかね。ただ、そういうことになれば、今後例えば7月10日くらいまではこのまま上がり続けるとは思いますが、やはり若い方20代30代が7割ということで、入院患者は増えてはいるかもしれませんが、重症患者はそれほど増えていない。つまり医療機関での緊迫感は4月の頭ほどではないので、まだ医療は逼迫してないかなと思います。先ほども4月上旬と状況が異なるですとか、医療体制が逼迫していないということも出てきていましたね。7月10日くらいまではもう少し数字も見ていかなければいけないということになりますか？そうですね、7月10日くらいまではですね、6月の下旬の、我々の人の移動が増えたという結果が必ず現れてきますので、はい、多少上がる傾向が続くと思います。ただ、これからの取り組み次第、つまり7月の頭からこう100人を超えたということで、皆さん不要不急の、お買い物を控えたりなさる、そういった取り組みをしている方を、私の周りでもたくさんおられますので、そういう方々 の努力のおかげで、10日過ぎあるいは12日の週末過ぎからはですね、少し落ち着いてくるんじゃないかなと、思ってはいるんですが、要注意というところですね。来週今東京の話ですけれども、全国的にも感染者数が増加していまして、今月3日には2ヶ月ぶりに全国の感染者数が200人を超えました。昨日、おとといも200人前後となっていて、小池都知事が週末ですね、不要不急な他県への移動はご遠慮いただきたいと都民に呼びかけているんですが、北村先生はこの移動の自粛に関してはどう思われますか？そうですね、その通りですね。言葉の遊びではないですが、不要不急の本当にお出かけであればね、おやめいただいても控えていただいてもいいかなと思います。で実際首都圏というその大きな括りで、1都3県を言いますと、埼玉県、神奈川県、こういったところでもじわじわと感染者の報告が増えておりますので非常に心配なので、小池都知事のみならずですね、多くの方々がやはり移動は控えた方がいいと思っています。私もそう思います。わかりました。北村先生に伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。